はい、どうも、まるです。まろです。まるまるチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、みんなで早押しクイズ、みーはやというアプリで、二人で対決していきたいと思います。イエーイ！これ私はね、初めてなんですよ、やるのがね。でね、さっき、やったことあるって言ったから、一回ちょっと対戦してみようみたいな感じでやってみたの。意外とね、強いのよ。私強いんですよ、地味に。いや、私の方が頭いいはずなんやけどな。え、はずね、はず。ということでね、さあやっていきたいと思います。はい、それではやっていく。マジで勝ちたい、本当に。いや、負けんよ。で、C でお願いします。 C？ 何これ。あ、C ランクが一番簡単、ね、うん。よし、ストップじゃないの。新潟県のなにわ屋製菓で創業者の岩井氏の金型を踏んでなんとか締め、それをそのまま使用したのが始まりという一般に売りちまいを原料に醤油と唐辛子で味。ああ、それが分かんない。漢字では海たぬきと表記する。木をかじってダムを作る生態で知られる、はの動物は何でしょう。大丈夫、うちら。ああ、やばい、難しめ難しめ。日本では春に多く見られる中央国やモンゴル。ああ、わかった。よした。わー、やばい。はい、2、3、フィーバーなどのシリーズ作品がある1991年にコンパイルから第1作が発…あ、待って。でもそれかと思った。だから最悪。一回やめるわ。あー、分かったよ。最悪、本当に。たり成功したりしても気を抜かずに用心しろという教えのことわざは。あ、挑戦してみた。難しい。トランプゲームの七並べでゲーム開始。法令などでは。と呼ばれることもある。主に自動車などのエンジンの燃料として知られる沸点30。おー、やればよかったー。きたー。簡単やんか、おい。自分にしっかりとした考えがなく、安易に他人の言動に同調することを雷という漢字を使った四字熟語で何て言うでしょう。知らんわ。知らんな。明治時代に豊島屋の初代店主がビスケットをヒントに考案し、鶴岡八幡宮にゆかりのある鳥から商品名がついた現在では代表的な釜。わかんの？で、ある石から2つ進んで1つ右か左にずれた地点のことを、その位置関係がある将棋の駒の動きに似ていることから何というでしょう。ちょっと待って、さっきの引きずるわ。さっきのやね、引きずるね。英語ではアローペーシアアラエアレーターという自己免疫疾患の一種で、俗に受援ハゲと呼ばれる部分に髪の毛が。1996年にはこの曲を題材とした映画も公開された。何でもないようなことが幸せだったと思うというフレーズがサビに登場するロックバンドザ。これ選択肢あったら分かるよ絶対。おーい、分からんわ。楽譜上では DC などと表記される曲の冒頭。なんだこれ、得意やん絶対。よっしゃー。いや、聞いたことないもん。よっしゃ。説明言及歌ともいう多くの小学生がこれの観察日記をつける習慣を行うことで。やったもんね、小学校の時に。アニメポケットモンスターシリーズの主人公サトシの出身地だ。え、わかんの。え、マサラタウンやん。知らんし。だってマサラタウンにさよならバイバイ。え、知らんし。ねえ、追いつかれたじゃん。近畿地方ではカチンうどんとも呼ぶ餅が入ったうどんのことを、一般に漢字一文字を使って何うどんと言うでしょう。え、待って、分かるけど。あ、やばい、危ない、危ない、やらんでよかった。
野球で地面を転がるバウンドしていく打球のことを英語のラウンダーから転じたともされるカタカナ2文字の言葉で何て言うでしょう。ラウンダー、あー、近所や道路などで雪が氷結して氷のように固まったところをドイツ語に由来する言葉で何て言うでしょう。え、なんて言うんだっけ。このわからんかった。やばいやばい、全然わからん。日比谷野球地事件の原因にもなった日露戦争の講和条約のことを、それが締結された都市の名前から何条約でしょう。わー、打ちたいけど怖くてね、間違えたら。あー、あったね。あったあったあった。無限小数の中でもある桁から同じ数列が無限に繰り返される小数を特に何小数。え、わかんない。知らんし、分からん。よく字はあったね。油で揚げた鶏肉を甘酢につけてタルタルソースをかけて。おーい、あー、ちょっと待って、間違えた。1600年に関ヶ原の戦いが行われたのは現在のどこの都道府県でしょう。俗に宵の明星や明けの明星と言われる星は何でしょう。何？一番。主に女性用の長い肩紐のついた小型カバンのことをフランス語で小さなポケットを意味する言葉で何と呼ぶでしょう。きたよっしゃ。UQ モバイルのテレビ CM では三姉妹の三女役として出演している映画君は月夜に光り輝くや昼中の流星に出演した女優は誰でしょう。沖縄料理のアシテビチ、ラフテ、ミミガ、英語で統計上という意味があるレーシングカーや航空機の操縦席を指す言葉は何でしょう。あ、聞いたことあった、待って、待って、やりたいやりたいやりたいけど怖い。なんだっけ。マジで。よっしゃ、すごいやん。左右対称のことをシンメトリーというのに対し、おーい、やられた。イエーイ、勝ちました。もう一回だけやろう、余裕だ。もう一回だけやろう、いいよ、もう一回だけ、ちょっと余裕。悔しい、ちょっと悔しい、本当になんか悔しい。何同じやけ。日本の仏教で浄土宗の宗祖は法然ですが、浄土真宗の宗祖は誰でしょう。おったけ、このおったおった。クレジットカードとは異なり支払いと同、きた、欲しいんです今クレジットカード。ドイツの薬剤師アウグスト・エトカーが特許を取得しているパイン、え、わかんの、え、待って、あ、え、なんだっけ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 、あ、わかった、なんだっけ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 、ベーキングなんでそうなんだよ。バカの原稿、大正は大正何年まで続いたでしょう。全然違う。英語ではチルブライン、医学的にはと、わからん。シャン、シャン。家では祝っているものの、外では育児がない人のことをある日本の歴史上の人物にちなんで何と言うでしょう。知らんよ。あー、人なんだこれ。ね。漢字ではコマと書く。軸を中心、え、おー、すごい。元
ともとは賭博用語でゾロ目を意味する言葉で、今を同い年を指すときに用いられるか。怖い。そうやと思った、うん。アメリカのテーマパークでディズニーワールドはフロリダ州にありますが、ディズニーランドは何州にあるでしょう。すごいすごいすごいじゃん。ここにあるのしか知らん。フロリダは常用漢字の中で画数が一画なのは1と何でしょう。すごい、すごい。同じ母親から1年違い。あ、やばい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 、怒涛の追い上げは今私。やばいやばい。映画南部の歌の世界を丸太のボートに乗って体験し、クライマックスでは滝壺にめがけてダイブする東京ディズニーランドのアトラクションは何でしょう。何だっけ、これ何これ。あ、わかるよ、あのあれやんあれやんあれやん、スプラッシュマウンテンやん。わかるよ、やった。アメリカではスピリティッドアウェイ、フランスではレ・ボヤゲ・デ・チヒロというタイトルで公開された宮崎駿監督によるスタジオジブリの作品は何。ちょっと待ってくれ、これさ英語読もう。ちょっと待ってくれ、これフランスのタイトル見たら分かったね、うん、負けたー。イエーイ、なんでこれが分からなかったん。え、しかも50対20よ。ありがとうございます、勝たせていただきました。楽勝だったね今回は。うん、最後の一勝負だけして決める勝敗。今1対1やん。そうだね。じゃあ最後、私たちを勝敗決める最後の1試合やりたいと思います。さあ、検索エンジンや SNS で自分の名前などを検索。あ、きたー。くそ、分かっとったし。くそ。じゃんけんの手でグーにもパーにも負けないものは何でしょう。クローズドというタイトルである、毒薬で。え、あ、そっか、あ、ね、ねえ最悪。名探偵って言ってた私、やばくない、やばいって。よっしゃー、やばいって。いいぞ。名字は山村というホラー映画リングに登場する呪いのビデオを生み出した超能力者は誰でしょう。ああ、そうなんだ、そんなことが生み出したの。移動席君へ、夏の終わり、桜などの曲を持ち、おぎやはぎ、おぎの音。盛り上がらんや。やばいやばいやばい。98年の冬季オリンピックが行われた日本の都市は。あ、ねえ、0対50で勝ちました。ありがとうございます。悔しい、マジで悔しい。余裕、大丈夫よ、世界の人たちと対戦しな、私じゃなくて。もちろんさない。こういうのは、レベルの低い人じゃなくてレベルの高い人とか自分と同じぐらいの人とやるのがちょうどいいかなと思うので、頭のいい人と一緒にやることをおすすめします。本日の動画が面白かったな、ちょっとでも役に立たいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは以上、まるまるチャンネルでした。バイバーイ。バイバーイ。初で悔しい、もう一回やろ。やだ、いや、お願い、もう一回やろ、もう一回だけやろ。やだ、もう勝ったまま終わりたいもん。はぁ、他の人やったもん、うん、1対1対1、そしたら勝てるかもしれないしね。